どうもいやおめでたいですね、はい本日吉本漫才劇場4周年そして第4回上方漫才協会大賞開催発表記者会見司会を務めます私朝越越とアシスタントの堀川恵美です。よろしくお願いします。はい、おめでたい。オープンから早4年、はい、もう多くのもう有能な才能がね、羽ばたいてまいりました。そうですね、2014年12月の開館当初から掲げられました、はい、大阪のお笑い芸能文化を継承する若手芸人を育成し、うん、人気芸人を発掘強化する場ということで、はい、その劇場のスローガンをですね着実に実現してますよね。もう名実ともに最も勢いのある若手の劇場といった感じでございますけどもね、はい、今年も漫才劇場の芸人たちがですね数々の賞レースを受賞しまして、 そして間もなく開催の M1 グランプリ、はい、そして女芸人ナンバーワン決定戦が、はい、W にも多数参戦いたします。そうなんです、すごい勢いです。もうたくさんの今日はねお客さんにも来ていただきましてありがとうございます。ありがとうございます。大きな拍手お願いします。どうもどうもありがとうございます、はい。開館初年度にはですね19万人だった年間来場者数が、はい、今年はなんと30万人にも及ぶそうなんです。30万人でございます。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。およそ300席で30万人、これすごいことですからね。そうですよね、そんなたくさんのお客様に支えられまして、おかげさまで本日4周年を迎えることとなりました。ありがとうございます。何度もありがとうございます。拍手ばっかりさせてごめんなさい。はい、で今回のこの記者会見はですね4周年の感謝の気持ちを込めまして、はい、ご招待したお客様に生でご覧いただいております。そうなんですね、はい後ほどマスコミの記者さんに混じってですね、お客様にも質問していただいたり、撮影タイムも用意しておりますので、はい、後ほどでございます。はい、はい、また LINE ライブでの配信も行っております。そうなんです。さあそして後方にはね漫才劇場の芸人たちも来ていただいております。元気ですか？あいいですね。もう本当に、元気でございます。もう本当お祭りでございますんでね、はいはい、さあ、もうこのねこのメンバーを対象としました上方漫才協会大賞来年2019年も開催されるというニュース後ほどお伝えしたいと思います。はい、そこでまずはですね、はい、この1年各局の賞レースや、はい、各メディアで活躍いたしました、はい、漫才劇場メンバーのネタを一口サイズでご覧いただきましょう。はい、まずはこの5組からです。続けてどうぞ。はじめましてマルセイと言います。お願いします。萌えはありがとうございました。タクロウです。お願いします。どうもありがとうございました。あ、手を振ってください。お待たせしました、木崎です。誰も待ってないですよ。ありがとうございます。萌えはどうもありがとうございました。どうも浜田雄太郎です。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。改めましてアニシャと申します。お願いします。もうええわ。どうもありがとうございました。どうも霜降り明星です。お願いします。もうええわ。どうもありがとうございました。どうも見取り図です。お願いします。もうええわ。どうもありがとうございました。ではありがとうございました。どうもトットです。よろしくお願いします。ありがとうございます。くちゃうまいなお前。うまいお前や。もうええわ。さあ、この1年の若手芸人の総括といたしましてこの方に登場していただきたいと思います。はい、株式会社吉本クリエイティブエージェンシー常務取締役及びナンバグランド花月総支配人の新田敦夫よりご挨拶のほどよろしくお願いいたします。お願いします。はい、大きな拍手お願いします。お願いします。劇場センターナンバーグランド花月支配人の新田と申します。本日はお忙しい中また朝早い中、ご来場いただきまして本当にありがとうございます。オープンの当初は本当にこの300席の劇場を満タンにするっていう芸人も非常に少なかった中、今ではもうナンバーグランド花月の850席っていうところを満席にする芸人さんもたくさん出てきました。今年に関して言うと、アインシュタインから始まってユリアン、吉田たち、トット、ネイビーズアフロでミキに関しては2公演、最後に見取り図と、7組8公演がナンバーグランド花月の夜、850席を満席にしております。さらにですね、関西だけじゃなく東京の劇場の方でも漫才劇場のメンバーが来ると単独は満席になるっていうようなことまでになっております。この勢いで、どん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 またこれからも漫才劇場だけじゃなく全国の劇場を
盛り上げていってほしいなと思っております。そのためには、ファンの皆さんや関係者の皆さんの応援が必要になってきます。これからも漫才劇場劇場とそして、芸人さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ続いて吉本漫才劇場からお知らせがございます。はい、まず一つ目はですね、吉本漫才劇場4周年キャンペーンといたしまして、漫劇フォトグランプリが開催されます。はい、こちらはこの漫才劇場や所属の芸人を題材としたお客様からのお写真を SNS で大募集、本日から受け付けております。はい、さらに、はい、毎年恒例になっております吉本漫才劇場の男前&ブサイク芸人ランキングをお客様の投票で決定いたします。はい、稲田を破ることができるのかねそして最後はですね、ここ吉本漫才劇場とエディオンアリーナ大阪で大晦日に大阪チャンネルプレゼンツもっともっともっと漫劇カウントダウン、平成最後に漫才劇場史上最大規模の年越しイベント、漫劇メンバー半端ないってそだねーが開催されます。チケットは絶賛発売中でございます。以上、それぞれ詳しくは漫才劇場のホームページからご覧ください。はい、さあそれでは皆さん、大変長らくお待たせいたしました、本日のメインイベントと言っても過言ではございません。はい、この劇場とともに発足いたしました上方漫才協会から第4回上方漫才協会大賞開催の発表に参ります。第4回上方漫才協会大賞は来年1月14日月曜日成人の日にナンバーグランド花月にて開催されます。各賞は大賞をはじめまして、新人賞、話題賞、文芸部門賞など幅広く用意されております。また今回も東京吉本の若手芸人がひしめく吉本無限大ホールのメンバーも大賞に入っております。はい、楽しみです。では、はい、第4回上方漫才協会大賞にぎわすであろう、先ほどネタを披露した漫才劇場のメンバーと今回も賞の大賞枠が東京の若手芸人にもあるということで、この方々にも来ていただきました。東京は吉本無限大ホールからキングオブコント2018ファイナリストのヤサシーズ、そして第3回上方漫才協会大賞新人賞並びに M1 グランプリ2018ファイナリストのユニバースです。皆さんどうぞ。はい、大きな拍手でお迎えください。ありがとうございます。ありがとうございます。さあどうぞどうぞ。はい、豪華なメンバーでございますね。はい、はい、ありがとうございます。ちょっとね、可能な限り一言ずつね、ちょっとまあ、はい、インタビューをしてみたいと思いますけれども、はい、はい、まあまずはトットでございます。はい、ね、前回の第3回では大賞、はい、取りました。はい、ました。今年振り返ってどうでしたか。はい、いや、いい年でした。いい年でした。そんなしっとりしたともやめて。だってあんなに盛り上がるんやもんな。いや、本当に。そうですね。みんなが、ね、みんなが盛り上げてくれました。ありがたいです。そして恥ずかしかったです。逆みたいな。逆じゃないんすよ。漫才のツッコミなんすよ。やめてください。でもなんか全国ツアーとかもできまして、はい、今年は。はい、そうやね。頑張っていただきましょう。はい、はい、はい。はい、今、ヤサシーズが迷子になってますか。すいません、喋ってる。ここら辺かもしれません。ですね、ここら辺でいいでしょう。はい、すいません。はい、ヤサシーズね、さあ、今年の協会大賞、新人賞にもノミネートされまして、キングオブコントファイナリストです。どうでしたでしょうかね、今年はね。あ、はい、すごい松本さんにコンビ名連呼されたんでよかったです。そう、あれは得したね。はい、まあ、来年は倍連呼してもらえるように。さらにね、優勝を目指して、上を目指して、上を目指してね。はい、なんかキングオブコントが終わって変わりました。すぐ仕事が入ってきまして。お、何の仕事が。はい、アイパー滝沢の編み物を見守る会社。それはキングオブコントなかったら入らなかった仕事。入らなかった仕事入ったと、はい、アイパー滝沢さん編み物得意ですもんね。得意で、はい、じゃあその路線でも頑張ってください。はい、お願いします。ありがとうございます。さあそしてアインシュタインでーすね。はい、アインシュタイン、先ほどでもね、新田さんがおっしゃってましたけども、はい、コンビで NGK も満席。あ、そうですね。はい、で河合くんは はい、トークも。そうなんです。そうなんです。トークライブでも満席。そうなんです。すごい、はい、ありがとうございます。なんでお前が答えるの。いや、それは一緒のもんや。一緒のもんや。何言ってんの。どうでしたか今年はね。いや、おかげさまで、はい、初の DVD を出す。ああ、素晴らしい。はい、素晴らしい。 ありがとうございます。はい、いろいろやらせていただいて、はい、DVD ではあるまじきことなんですが、うん、はい、僕が最後のネタを大間違いしてしまう。はい、それが記録に残っているという。大間違いしたままそれを DVD にさせていただきます。ノーカットで、はい、逆に珍しい映像だと思います。プレッシャーに弱いタイプなんですか。プレッシャーというか、最後の最後で、安心して、はい、もう
全部忘れました。そんなことあんねん。あれになれたネタを。いいですね。はい、そうなんです。それも経験値としてね。はい、経験です。そうです。さらに才能伸ばしていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、アインシュタインでございました。ありがとうございました。さあ、そしてユリアンレトリーバーです。あれ、どっち向いてんの？客席こっちですよ。なんですか。なんで直前でそれやろうと思ったの。今ユリアのいいところしか出ておりませんのでね。さあどうですか今年はね、はい、ザ・ W のファイナリストでございまして、まあ、紅生姜も残っておりますけどもね、はい、連覇がかかっております。連覇が連覇かもやしか知らんけどね、うんうん、お前一回司会をしてみろ。どんな気持ちになるか、どんな気持ちか一回やってみろってお前。一回やってみ、一回一回司会をしてみるよ。やってみて、一回司会をしてみろお前。どうやる連覇、どうやる連覇は、はい、うん、絶対連覇しますよ。頼むで、ゴエさんの言葉が響いた。ちゃんと答えよ、記者の方が喜ぶようなコメントや意気込みや意気込み。確かにね、あのね、うんうん、あれ、あれ、うん、お、あ、筆で書いてんのかいな、筆で。おお、あ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。どう？すいません、こもりしてました。記者の気持ちにもなってみろ。一回記者やってみろ。今どうやって書くねん。どうやって文面に起こすねん、あれ。まあ、これが意気込みでございます、ね。書けるもんならね。書いてくださいということで、ユリアンレトリーバーでございました。ありがとうございます。さあ、そしてユニバースでーす。来ました。今年の協会大賞の新人賞を獲得いたしまして、はい、ね、M1 グランプリ2018ファイナリストでございます。はい、ありがとうございます。明日大変な大会控えております。そうです ね、でも1年間ちゃんと徳を積んできたんで、徳、うん、を、はい、徳なんですね、いろんな徳を積んできたんで、みくじでトップバッター引かないように頑張りたいなと思います。去年はね、はい、優勝したら辞めるとかそんな話もありましたけど、これははい、辞めます。辞めんの本当に。やめます。はい、それだけやっぱ M1 ってすごいもん。そうです、すごいんです。すごい大会なんです。皆さんぼーっとしてますけれども。大丈夫か、一回落ち着いた方がええと思うで。いやでも本当に、うん、まあ、でも本当にね、2回連続決勝行ったじゃないですか、はい、本当にね、ものすごくすごいことだと思うんですよ。そう、すごい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 。でもね、なんかスタバの店員さんとかで書いてくれる人じゃないですか。あれがまだ1回もないんですよ。メッセージがない、メッセージがない、はい、それ目指してやってんのかい。はい、優勝して書いてもらいたいなと思います。目指して頑張る。原ちゃんも、はい、はい、どうですか。あ、明日ね、ネタ以外の発言は控えさせていただきます。なんでやねん、なんかスキャンダラスな話なんかや。絶対喋ってはいけないことにしてるんで。そういうことですか、ね、ネタに集中ということで、はい、期待しております。ユニバースでございました。ありがとうございました。はい、霜降り明星でございます。ありがとうございます。さあ、同じく M1 グランプリ2018年、ね、はい、ファイナリスト、はい、そうですね、ちょっと初出場なんでね、ちょっと緊張せずにリラックスしてネタできたらなと思います、ね、はい、どうですか、せいや君。ああ、ゴエ君、1年ぶりやな。どうも。去年もここで会見してて。そうです、そうです。1年間活躍見てたで。ありがとうございます。相変わらず空回りしてたな。そんなことないやろ。今年1年言わんやろ。いやー、ゴエ君、そんな言わんやろ。いや、プラン内の活動を今年1年見てきたけど、はい、ありがとうございます。トーク、アイデア、発言、僕が種で捨てる段階のことばっかやってたの。種で捨てる、性格真逆やないか。言わんやろ、それようやったな。これは今年まだ余裕が感じられます。明日期待しております。ありがとう、頑張ってください。はい、さあ、そして見取り図です。ありがとうございます。さあ、 M1 控えております、いかがでしょう。はい、もう爪痕残せるように、はい、トップバッターだとしてももう全力でやりきろうと思います。そうやね、はい、はい、まあ、ギャオっていう媒体で、はいはい、結果発表して、はい、まあ、見取り図って呼ばれた時に相方がすごい泣いたんですよ、はい、まあ、ちょっと泣いちゃった、はい、で、あれから、うん、まあ、13日経ったんですけど、はい、ようやくなんですけど、うん、今朝泣き止みました。今朝、はい、ずっと泣いてた。おかしいやろ。ようやく、ようやくですか。赤ちゃんでも泣きやん。3時間ごとに起きて泣くんですよ。赤ちゃんやろ。なんでお前が夜中おんねん。心配なんで。心配やね。で、食べた後もすぐ背中さすらんとゲロ。赤ちゃんやろ。大変なんです。13日間泣く赤ちゃんおらんから、ね、はい、M1 も3時間どころじゃないから。そうです、はい、いや、頑張ってください。頑張りますよ、はい、頑張ってください。はい、さあ、そして敗者復活もありましてね、どうです、例えばミキとか今日は来てますか。敗者復活明日控えてます。あ、構成、あ、
どうですか、敗者復活自信ありますか。めっちゃありますよ、自信。え、敗者復活は昴生くんも出るんですか。当たり前だろ。喉の調子がまだ起きてないということで。出ますよ、それ、意気込みの方は。もうそれはもうトップバッター引かないように抽選なんで。抽選なんでね、はい、はい、楽しみでございますね。そうですね、倒せますか、この3組。絶対こんなもんも全員の、雑魚ばっかりです。おい、雑魚ばっかり言うな。まあ、すでに倒されてはいるんですけどね。頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、さあ皆さん下がっていただきまして、はい、さあもう一方ね、はい、はい、上方漫才協会文芸部の大池部長、ご挨拶のほどよろしくお願いいたします。はい、文芸部長ということで漫才作家の大池晃です。ね、協会のメンバ ずっと見てまして、ネタを中心に見るんですけども、やっぱりこの協会ができてからかなり発想とか、それからネタの幅とかがかなり広がって、漫才のレベルがだんだん上がっていってるような気がするんですね。で、M1 なんかの予選とか見てても、このメンバー、ここのメンバーが非常にレベルが高いので、他の事務所の方とかも影響されて、だんだん賞レースなんかの内容も、年々レベル上がってきて、審査する方が非常に困らされておりますんですが、これからまたこんな状態が続いていって、まあ我々困りますけど、お客さんにとっては楽しみがどんどん増えていって、いいことになる、いいことだと思います。はい、挨拶でございます。はい、ありがとうございます。はい、大池部長でした。さあ最後にこの方々に登場していただきましょう。皆さん大きな拍手でお迎えください。上方漫才協会会長の中田カウス師匠、そして副会長の中田ボタン師匠のご両人です。はい、お願いいたします。はい、どうも、おはようございます。ありがとうございます。4年ですね。そう、あっという間でしたね、本当に。これほど伸びるかなと思うほど、みんな腕をつけてね。そうそうそう、試合にも大池先生も、言いたいことをみんな言っていただいて、そうそうそう、とりあえず300席しかないところを年間30万人入れるというのは大変なことで、そうですよ、ここで若手を育てていこうということでね、できた劇場漫才協会なんですが、 その若手どもが向かいのナンバーグランド花月で単独イベント、ここもぎっしり入れてるというね。東京のルミネでも単独やると、うん、ネットで全てチケットが売れるという、はい、おお、なんかすごい勢いでね、僕は大変嬉しいですね。みんな僕たちの弟子みたいなもんですからね。可愛い子です。どんどんこう出てきていただいて、はい、大阪の文化です。そうそう、皆さん応援してあげてください。そう、皆様の力あってのことですから、はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。ありがとうございます。はい、さあそれでは、質疑応答に入る前にですね、今一度本日登壇の皆さんに登場していただきましょう。お願いいたします。お願いいたします。はい、さあ並んでいただきましてですね、はい、さあ、では質疑応答の方に入りたいと思います。マスコミの記者の方々、そしてお客様からも質問を受け付けたいと思います。もうこれなかなかそんな機会もないですからね。そうですね、はい、はい、さあ、よかったらどうしよう、記者の方、もちろんお客さんも結構でございます。この機会にえぐるような質問いただいても構いません。どうでしょうかね。なんだったらカルロス・ゴーンさん絡みでもお答えいたします。どの芸人でもお答えしますんで。はい、さあありましたらお願いします。挙手の方ね、どうですか。今日1日ので出席番号1番の方。まあ、記者の方、まずは代表していかがでしょう。こんな興味ないですか、皆さん。記者じゃない。興味を持っていただいていいですか、興味の方。誰か一人ね。そうするとしやすい。一番手がね。お客さんの中からいませんか。お客さんの中から。なんか聞きたいこと。明日どうなんですか、はい、みたいなね。明日のこと聞いていただいてもいいですよ。聞きにくいこと聞いてくれてもいいです。なんでも、あ、ではお願いします。じゃあお客さん代表して。記者でございますね。はい、すいません、デイリースポーツの北本さん。デイリースポーツさん、お願いいたします。すいません、M1 グランプリの件で、お三組にはお伺いしたいんですが、明日なんですが、上沼恵美子さんにですね、怒られないのが一つの
化粧室の寝室のポイントかと思いますが、上沼さん対策をお三組お願いできますでしょうか。上沼さん対策、上沼さん対策は、トップバッタートム・ブラウンで全部引き受けてもらうということですね。確かに全ての怒りをそこに集約してもらうということかもしれないですね。まあでもエミチャンネルで何回かお会いしますんで、はい、まあ多分そんなに怒られるってことは多分一発目じゃないから大丈夫やとは思うんですけど、なんか上沼さんでエピソードとかある？あるかあるよね。あれがあんねん。振りが鬼やったんで。あるか、鬼すぎるやろ。いや僕らも対策というかもう自分らの信じてるネタをただただやりきろうと全力で思ってるので、怒られるような漫才はしてるとは思ってます。スマートやな、そうですね。僕は大きい声で元気に頑張る。1年目か玄関で貼ってるやつ。それです、対策は。はい、お師匠、これ お師匠、お師匠っていうの、お師匠、お師匠っていうの、お師匠っていうの、さらに尊敬語ですか。師匠の上の尊敬語で、お師匠ですからね、かなりのプレッシャーやと思いますが。そうですね、コストシスではね、あんまり審査員意識しなくていいね、はい、お出てる連中ともあいつには負けたくない、こいつそうじゃないのよね、はい、そこに今日来てるお客様を誰よりも笑わすということが一番の大事なことかなと思いますね、はい、あんまり審査員気にしなくていいや、はい、頑張ってください、うん、ちょっと師匠のお言葉いただきまして、ちょっと気が楽になったんじゃないですか少しね、ね、お客さんが大事、お客さんが大事でございますね、はい、はい、さあよろしいですか、まだあれば、あと一つ、はい、どうぞ。ですか、あのせいやさん、あ、はい、外科医の彼女が、なんすか、あ、外科医の彼女ができた、あ、いや、やってましたけど昨日オンエアで、すぐ見てる、すいません、あ、それでユリアンさんには、まあ、ユリアンさんには報告されたんですか、なんすか、ユリアンさんには報告されたいや、この人の質問怖いんですよ。いや、そう、ユリアン、いや、まあまあまあ、いや、そのね、昨日エミチャンネルで、はい、それこそ彼女がいるっていうのを初めて言ったんですよ、はいはいはい、テレビで、はい、まあまあ、その付き合ってまだ3週間とかですけどね、3週間でいいじゃない、はい、でもユリアンはせいや君のこと好きだみたいな話もあったんでしょ、はい、はい、ありました、うん、どうしたん、ありましたが、私は大丈夫です。あの、かの世界三大美女のクレオパトラもこういう経験をしたと言われてます。山を登った時に言ったと言われている言葉があります。足痛い。他の人見えてんのかお前。一人と思ってないか。このようにこのように一人。いや、そのいいのいいのいいの、彼女ができても。そう言ってましたよユリアンには。はいはい、聞いてました。ショックじゃない。はい、ショックじゃないです。そんなもん。カウス師匠の前で僕自分の彼女の話嫌です。ちょっとすいません。すいません。まあ、そんな話はありがとうございます。嫌ですわ。他何でも構いませんよ。あ、お客さんからですか。ああ、どうぞどうぞ。そう、お客さんから。ね、三列目からお客さんですよね。はい。いいですね。はい、どうぞ。芸人同士の暴露話が聞きたいです。さあ飛び込んでまいりました。飛び込んでまいりましたよ。誰に聞きたいですか。もう一人だけね、一人だけ、一人だけね。桜井さん。俺ちゃうねん。絶対俺ちゃうねん。おかしいおかしい。俺ちゃうねん。桜井くん、ね、お願いします。こういう場所で言うやつちゃうんですよ。一番僕後ろの方で黙ってるやつなんですよ。ちょっと待って、どんな言われるんですか。どんな言うやから君が、どんなちっちゃなことでもいいのでちょっとお願いします。待ってよ、その桜井くんの中で持っているやつ。ちょっと待って、僕が持ってるやつですか。桜井くんの中で持ってるやつで大きいです。ま、ね、お願いします。ここだけの話、ここだけの話です。ここだけの話ですか。すぐ広がるんですけども。わー、どうしよう。木崎さんが貯金200超えたよな最近な。おい、持ってますね。持ってますね。300や。やめてくれ。もうちょっと持ってたということで。何の話ですか。はい、今記者の方、絶対恨むからな。記者の方がちゃんと書いてますよ。木崎300って今ペン走らしてます。すいません。すいません。すいません。どうでもいいですね。すいません。そんなもありでございます。もう芸歴なんねえや。
コンビ組んで10年になります。10年で300万すごいな、はい、いいですさすがでございます無駄遣いしながらそれやからすごいな、はい、すいません。さあ他もうお時間の都合でそろそろというお客様のインタビューおもろいな。はい、他ないか。他ないかね。はいはい。もうああ芸人もいいよ、後ろの芸人でもいいんですよ。芸人から芸人に聞いてみたい。ちょっとね、後ろの方からバックバックしてもいい。もうここにいる人には誰でも、はい、手挙げて。誰かいないか。遠慮することないよ、ね、はい、みんなしそう、どうだね、いいよ、これチャンスと捉えて、いいよ。あ、はいはいはい、ヘッドライトの、ヘッドライトの、すいません、ちょっと お名前だ、え、誰でしたっけ、ヘッドライトの。あ、ヘッドライトの、うん、はい、和田氏が和田です。ワンセットでございます、ありがとうございます。何でしょう、和田さん、質問。はい、どうぞ。明日のファイナリストのお三組に聞きたいんですけど、はい、1000万もらったら何に使いますか。1000万、使い道を教えてください。使い道を教えてください。これが最後の質問です、お願いします。まあ税金引かれて1000万のうちまず吉本が800万取るやろ。めちゃくちゃ取りますよ。まあ1000万、はい、何に使いますか。もう一言ずつお願いします。まずはユニバース。はい、ネタ以外喋らんからね。あげる、はい、もう名誉だけもらうっていうこと。一応川瀬が辞めちゃうので、うん、はいはい、歴史館は作りたいなと思ってます。ユニバース歴史館、はい、あ、ユニバースじゃないです、川瀬名人歴史館。誰が行くねそれ、はい、楽しみです。無限大ホールの7階にカフェができたのでそこでやりたいと思います。ということで、はい、さあ霜降り1000万。僕はでもほんまに大学の奨学金がまだあるんですよ。リアルにね、近畿大学。そうなんですよ、借金みたいなもんですか、言うたらね、400万ぐらいあるんです。それで困ってる学生多いもんな、ね、返済、返済に当てるという、みんな困ってるんで、それを一括返済。はいはい、はい、ちょっと1000万でなんかギャグある。振り顔に神経尖りすぎてるから一回リラックス。はい、見取り図。はい、もう僕地元堺なんですけど、堺のロータリーがすごいちっちゃくて、はい、ちょっとでも寄付できて地元のロータリーが活性化すればなと思って。すごいな、堺のために、はい、僕ちょっと今2択で迷ってるんですけど、はいはい、僕本当母子家庭で、はい、小学校5年生の時、うん、お父さんが亡くなりまして、うん、母子家庭で育ったんで、はいはい、もう母親に全額あげるか、うん、風俗狂いかどっちか。前者や、前者や、絶対前者やろ。お師匠こいつ、お師匠こいつ、お師匠こいつ、誰も呼んでへんわ。聞いたことないわこの世界。はい、ということでございました。さあお時間の都合もありまして、写真撮影の方に参りたいと思います。はい、セッティングの方ちょっとお時間いただきます。ね、よかったよかった。結構記者の方もペン走りましたよ。もうオープニングアクトの時誰もペン走らせてなかったんでね。さあさあさあ、並んでいただきます。はい、一列目からね。はい、大池部長の隣にユリアン。はい、はい、いいですか。よっしゃ、座るの、座っていいんですか。座ってください。2列目、一番上手、ヤサシーズね。はい、ヤサシーズから霜降りで、浜田君で、トット、見取り図。はい、3列目も大丈夫ですね。はい、はい、お客さんもいいですよ、お客さんもいいですよ。ちょっと記者さん、すみません、カメラ行きたいさせてもらっていいですか。ごめんなさい、後ろのお客さんから。みんな持ってんねんな。はい、オフィシャル OK ですね。それでは記者の皆さん、撮影お願いします。真ん中から見せお願いします。川瀬くん怖いですよ。
真ん中 OK ですかね。じゃあ下手行きましょうか。あ、このパネルを向けてほしい。あ、光っているということで、浜瀬君ちょっとだけちょっとだけね、ごめんなさいね。これこのパネル大事です。端っこで持ちましょう。これでいいですか。はい、下手ね。はい、下手からお願いします。はい、じゃあ紙手、はい、紙手いきます。右側見てお願いします。右、もう一回最後線から最後センター。センター。はい。センター。はい。はい。お客さんも今のうちに取っといてください。ね。はい。はい。じゃあ。はい、ありがとうございます。はい、ね、まだまだマスコミの方々にはお付き合いいただくんですが、お時間の方来ていただきました。お時間の方が来てしまいました。イベントはこれで終了ということになります。はい、はい、一般のお客様のご退場はですね、向かって右側の扉からお帰りくださいませ。それでは今後とも吉本漫才劇場とメンバー一同をどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。